とうございます。今日昨日はオータムフェスティバルね、ありがとうございました。本日もいる Y よろしくお願いします。綺麗だったよ、ありがとうございます。今日はね、あの握手会オンライン話し会しか出てこない方、握手会もあるのでよろしくお願いします。ソラムスペシャルライブ楽しかった、ありがとうございます。あれ分かった、あれやんな、一番前の一番真ん中に言い張ったやんな、あのライブの時。多分その人嫌と思う。オータムフェス見に行ってたよ。おー、ありがとうございます。うん、おはよう、昨日お疲れ様でした。グッズ見つけたな、ライブステージの時メガネかけてたやんな、なんか。多分昨日めっちゃ可愛すぎてムラムラでしたありがとうございます。ランウェイのあゆみちゃんめっちゃ可愛かったね。あのさ、ランウェイ最初2人が白色で、あゆみが黒だったんですけど、あゆみ本当に黒でよかったなって、マジで可愛い。白も可愛かったけど、でもなんかあゆみはどちらかといえばほんまに黒やなって思った。なんかゴロゴロした。おめややさんのだってだってだってが最高でしたってチルクしてたよ。チルクかわいい嬉しい。それまみやでできてほんまに嬉しかった。なんかダブルセンターは一回はやりたいな、したダブルセンターはやりたいなって話をしてて、ほんでまあ今回はフェスやから、まあいつかはね、あの公演かコンサートかでやらせていただきたいですね。最善でしたわね。びっくり。みんなのこと直接見てよかったね。ありがとうございます、嬉しいわ。朝待って思い出した、ママ。じゃあ着なよ。上手側の控え室側、外が道路やったからか、店とか店長の声で聞いてた。あみたちもしかして声でかかった。ステージからよく見えるよ ね、よく見えるけど、めっちゃ人が埋もれてるから、そう見えへん人ほんまに見えへんか。白ペンライトめっちゃ来てたよありがとう。あ、ちょっと
まつげがへばりついてた。生えてるまつげが。アミちゃんの姿がバッチ見えるようにかけてました。なるほど、そういうことか。おはよう。やばい、うん、眠たすぎる。なんか無理かも。服の着方おもろい。よいしょと。そのまま寝るやつやんもん。みんな朝早くからありがとうございました。おはよう。朝の4時40分にこぶついたよ。はいはい、今日、はいはい、もう今からホテルとか。いや、なわけないか。ヒコラビューティーアミやったね。黒い天使の実写版だなと思いながら見てます。黒い天使と悪魔、黒い天使か悪魔やったらどっちの方が悪いんやろうね。黒い天使と黒い悪魔違う、黒い天使と悪魔。黒い天使が普通天使なだけで黒いだけやから。でも黒い天使って打天使じゃない。天使やろ。天使か。ねえ、もうさ、センター最高すぎてどうしよう、みんな。次いつ？ねえ。さあ。まあ、出た。よ、来なよって言って呼んどいて、その。ちょ、だってもう、ね、もう出たよ。もう。昨日出たいって言ったら。週末2日がイベントで。明日から学校だから行く行けたくしかたないし、うん、あ、できないけどか、あくしかたないしだね。あ、見事でコメント読んでてもん。待って、あー、OK、理解した。そう、まあでもね、楽しいからどっちも。ナミ様、朝マック行こうかと思ってますが、何食べようかな、何にしよう。いつも何食べてますか。ママは言ってたのって。ママ言ってました。友達と最後まで友達って気づかんかった。ずっとさ、うん、ママの近くにおるファンの方やなって思ってたら、めっちゃ友達でびっくりした。うん、友達です、二人。久しぶりに秋葉先生にもらった。秋葉先生です。確かにさ、公演もさ、ずっと最近リハの方に付きっきりで、あんま公演にも現れてないから。しかもフェスなんて秋葉先生一番わかりやすいもんね。いや、ほんまに、あの、待合、なんていうの、出番待合、出番待つところ、テントの中、秋葉先生のなんかもうオーラがすごかったもん。一番目立つ派手、一番目立ってた。だってもやばかったしさ。だってのさ、あのさ、二人がさ、二人が前に走ってきてさ、グインって体やるとこグインとかさ、顔を見合うとことかさ、いや、これはもうあーやんとこばらみたいな二人になってくれーと思って、うえーって泣いてた。雨降らかったからめっちゃ良かった。なんか
なんか昨日雨降る降らんなんかどっちやろみたいになってたけど、そう昨日はギリギリ降らんかったからラーメンでも、ね、屋根あったね。結局昨日の方はなかったよ寝た起きてるよ結局昨日の方はないよ屋根。見落ちが見落ちがってそうやね、どうしてるかなと思ってて大丈夫かなって。昨日あれからグスプって買いました。おいいな。何部まで買ったか。いいね。今日から生誕祭のルームスカイン応募開始やって、今日27だかもう応募するな。早っ。いや違う、昨日の6時配信は寝坊して見れませんでした。でも全然早いから全然ありがとうございます。何も寝坊したし、セーラーセンターで踊ったよ。めっちゃ見て涙出た。あーもうえ、今もともさんに会いたかったな。うん、昨日は写真撮影が禁止だったから撮れなかった。そう、確かでも去年もね撮影ダメやった気がする。ダメって言ってた。いやあれはさ動画に残しとかなあかんよ。なんかな、見てほしい。もったいない。みんなに可愛かったみんなやっぱキューキーすごいな、ちゃんと先輩やなってなった。すごかったみんな、キューキーたち。かわいかった、上手やった。キューキー。なんかさ、あの神戸のさ、うん、ローカルテレビみたいなので流してくれてたよかったみんな。あ、神戸の人たちだけが見れるやつ。オータムフェスティバル生中継みたいな。うん、楽しそう。さ、なんか1曲ぐらいさ撮影 OK の曲をさ、ねね、作ってさ動画カメコ的な感じで、そんでさそれをみんなが SNS に上げてくれることによってさ、えこんな可愛い今の NMB みたいななるのにさ。でもなんか結構ね端っこの方で撮ってる方とか言い張ったらしいよ。何よ動画。誰の？え、そのだからファンの方じゃない方なんかな。どういうこと？キャットセッチからは撮ってないよ誰も。おったって、うん、全然客席じゃないよ。それ公式のなんか人はスマホとかカメラとかで撮ってたけど、うん、マネージャーさんはずっとカメラ構えてくれてた。ずっと撮ってくれてた。動画じゃなかったけど、だから昨日も場面にあげたあの写真はマネージャーさんが撮ってくれたやつ。待って、読むの遅すぎてコメント消えてきた。やばい、気合入れの声は聞こえてない。あーやった、あそこの声か。確かにあれおばあちゃんの前やったしな。そうやね、アミアヤミテンちゃん、アサニアトモちゃんのメンバーの5人でせーのってやって背中叩いたやつ。うーん、多分もう一度人でさ自首してくれた。そう、まあ人多かったもんね。まあありがたいけど。どこ読んでんの今。もう一番下、今ちょっとだん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 コメント消えるやつが追っかけてきてる。どこ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 、めっちゃマジで一番下、ほんまに下。なんとか雨降らないでよかったね、ほんまに。そうで、なんかさライブの時にな、そのポートタワー見えるんですよ、こっち側からやと。夕日と雲といい感じと被っていい感じに被ってさ、
めちゃくちゃ綺麗なことなっててびっくりした出た時。オートフェスでファンミーティングしてた。あ、そうそう、早見のファンミーティングしてたらしいです。あ、待って、消えたして消えちゃった。あ、でもしばらく今遠くから見てたままその集まり今やってくれてると思って、行きたい。今朝マック買いに行くとこだよ。いいね、めっちゃ前やんそれも。うん、めっちゃ前からも下手な。うちは埋もれてたかも、マジで。でもありがとうございました。めっちゃ前からちょっと急ぎ目で言わないと消えちゃう。みおちょうしさんの力持ちさんはあれ、うん、みおちょうしの力持ちさんはあやみおしの力持ちさんになるのかなって高手さんが言ってくるなるのかな。でも今はちょっとみおちとのな、まだね、まだちょっと、まだみおちさんだけにしてあげてください今日は言えるな、嬉しい。待って待って、誰かがママ綺麗やったって書いてくれてる。そこまでいい子コメント。あ、鳥取太郎さんか、嬉しい、綺麗やったってママ。うん、よかったですね。嬉しい。悪魔の天使もうどっちも兼ね備えてた。あやみ、昨日のあやみ、え、何ごめん、ちゃっかわいい。足も通る。あったかい。握手お願いします。ええ、ママの。待って。まだなんか天使とか悪魔とかの話してんだけど。メンバー大好きマナさん、分からへんかった。もうすぐ分かった。どの辺におった？ママの後ろの方。よかった。え、この微笑みの方も来てくれてたの？リハの時かった。え？じゃあ早くから来てくれてた。あ、消えた。あみが妹さんのやつ消えたあ、やみちゃんが遅刻したって。うわ、遅刻や何回目や。あやみ姫、おはようございます。かわいい、あやみ姫ふん、そう、なんかこれがね、そう、映像に残ってないからこそなんかもういっぱい自慢できるよね、みんな。いつかいっぱい自慢してね。ママ、あやみちゃん産んでくれてありがとう。どういたしまして。頑張って産みました。見合いに泣いた、マジ。いや、なんかほんまにな、嬉しかったわね、その選曲と人選、人選ありがとうって感じ。あ、ママが言うやつこれか。今日はブラッチさん握手会行くね、楽しみやって。ありがとう。どこ呼んでんの？ん？どこ呼んでんの？ちょっとあやみちゃんセンターで輝いてたよ。え？もうちょっとしたかも、あやみ。あー、みおちさん、みおちがって言って、みおちさんは見た。今ここや。もうめっちゃ前やん、それ。うん、私ママのとこでもう消えてるわ。うん、うん、なんや。ママ撮りたかったよな。もうなんであかんねやろね。なんで、まあでもなんか事故った顔とかの残ったらかわいそうやからみたいな。そうか、もう来なさいってこと？ああ、来いってことや。いやー、来るまでにはさ、一旦ちょっと。あ、マメがママの足を狙ってる。そうやね、マメがちょいちょい痛い。マメ痛い。
明田先生モデルさんに目立ってたのも髪色がな赤いからな、服装も。南国チョコパイだな、いいじゃないですか、朝からの朝三角チョコパイ。ミトちゃんは知り合いが代わりに言ってた。あ、そうなの。喉が ショールームラーメン見に来た隣の人にあゆみちゃんの年齢言ったら驚いてましたよ。あ、この53歳ですよみたいな感じで。た鉄人の剣取ればよかったと今更ながら後悔しとーばいやって。今からでも間に合うよ。まあ、あそこ間に合うよ。何かの剣は買えるよ。いつ千葉と大阪と愛知もありますね。ま、ケルルマサノンレボリューションおもろ。名前進化してる。あーみんとこレイまでしか映ってないよ。ケルルマサノンレレボリューションもある。レボリューションまであるね。たまたま見た手であゆみちゃん絶賛する。喉からからや。あ、みおちよしさん、みおしさんの、あ、みおしのになるのかなのコメントもできた。ちょっとノーコメントそう今のところ。うん。いろんなリミノラスターの方たちと会えた。みちのこといっぱい喋ったよ。よかったです。かわいい。いいな。はい。ありがとうございました。あきさんも俺らのアイドルだから。ニックネームはちゃんとできてるんですね。痛いて リハの時めっちゃ遠くか。リハの時さ、リハの時はなちょっとコンタクトつけてなかったからさ遠くは。豆かいつもそっか、うん、ゴマはずっとあゆみの足元にいた。今どっか行っちゃったけど動画をなんとかさもらう。あゆみがさ、ああマネージャーさんか関係者の人からもらってルームスとかにあげてもろて。やめて制服。動画はね、ないかも。なんでな。写真しか撮ってなかった。信じられへん。可愛かった。センターやった。さやかが歌うとこ歌ってるって。マメ燃えて言っちゃうね。怒ってる。制服にな今手引っ掛けてんねん。えいそこじゃない。えい なんか多分撮っててオータムフェスティバル側の方たち、なんか客席側も撮ってたよな、うん、やからちょっとなんかさ、だって一瞬さあの今年もあの祭りがみたいな告知の動画であのライブの客席の方とか流れてたやんか、うん、インス公式のインスタで。そうだから多分そういうのに使われる動画を撮ってはったと思う。くれ、待って、どんどんコメントが消えてってる。これから電車になるよ。めっちゃ早いね皆さん。早い。神戸やから。ありゃ、よろしくお願いします。応募します当たれ。生誕。うん。歳。うん。ルームス選考。11月8日。うん。みんな行こうね。行こうね、なおもろいね。来てね。まあ、もう応募するね。見てほしいから、またセンター立ってくれる日を楽しみにしています。みよちが入り、
配信かな、よすぎに関して詳しく教えてくれて納得しました。納得しました。そうなんだ。ちょっとでもそのちょっと悔しいのよな。納得したくないけど納得せざるを得ない。ランウェイでめっちゃ緊張した顔が見えます。いててててね、昨日目降らなかったです。でも今日は降るっぽい。41分やけど何分前すんの。え、やば、15分の表記はどこ行ったの。じゃあすぐ誕生日読みます。ごめんなさい。いきます。13位みかん屋さんありがとうございます。12位怒りマークの方ありがとうございます。11位ドリューさんありがとうございます。10位高松さんありがとうございます。9位たといだろさんありがとうございます。8位キルルンマサのネブリューさんレベルションありがとうございます。7位ヒーちゃんさんありがとうございます。6位ムジさんありがとうございます。5位スバルさんありがとうございます。4位みおちおしの力持ちさんありがとうございます。3位黒沢さんありがとうございます。2位の原慎之介之介さんありがとうございます。そして1位は柳さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ミノライフ隊の方たちとムージュさんにお会いしたいって話をしてました。ムージュさんムージュさんライブとかのお話し会とかのイベントには来ないタイプの Yes あらムージュさんあらムージュさんに会いたいわ。お会いしたいっていう方々が数名ほど。黒沢さん部活行ってくるって。頑張って。おいてらっしゃい。なんか早い朝早いね部活、うん、太陽が坂道を登る頃みたいやな。朝練ってことね。え、あれなんや。めっちゃ休日ん祝日休日か。近いうちにあやみおちおしになることを伝えておきます小声で。で何日ないもんまだなんだよな。そうだよ、まだ一回も会ったことないよ。確かちょっとムーチョさんとかにはステージ、え、そう、今日、昨日のステージとかみんなにもやけど、もちろん、うん、お気に入り、いや、もう最高でした。いろんな押し方があって、それもまた良き良きですね。代わりに見届けました。見届けました。書けました。よいしょ。今日の1位は柳さんでした。ありがとうございます。もう準備してな。ありがとうございます。どうしよう。はあ、メイクはもうちょっと諦めます。家ではちょっと時間全然見てなかったということで、明日はん明日ってネイマール会議じゃん。えマジ10月終わるよ。もうネイマール会議、うん、お、7時からです、はい、眠る会議7時からなんでよろしくお願いします。はい、じゃあね、ありがとうございました。今日はオンライン違う握手会もよろしくお願いします。眠る会議は早すぎ早すぎるなということで、明日もよろしくお願いします。今日はまた握手会でお会いしましょう。じゃあありがとうございました。バイバーイ。まあ明日ママも起きないと。
早起き。今日も。バイバイ。ありがとうございました。